衝撃、来年2月パチンコ業界壊滅へ。こんにちは、ゆるふわチャンネルのじゃんじゃんバリバリいのりちゃんです。政府はパチンコや公営ギャンブルの依存症対策強化に向け、家族申告による利用制限や出玉規制など国家公安委員会規則改正も視野に取り込むことになりそうです。論点整理案。論点整理案では競馬や競艇などの公営ギャンブル、パチンコについて現状と課題をまとめています。パチンコについては家族からの申告による利用制限をしていないことなどを問題視し、過度な遊戯を抑制する一般的な仕組みの構築が必要としています。出玉規制の義務付け。パチンコ台の社交性をさらに抑制するための出玉規制や、店舗によってばらつきのある依存防止対策を組織的に行うため、国家公安委員会規則を改正し、業務として対策を義務付けることなどが必要とされています。出玉規制とは？パチンコの出玉規制は1985年執行の国家公安委員会規則第1号で規定されていました。日本生産性本部が発行しているレジャー白書2016によると、15年のパチンコ・パチスロの市場規模は約 23.2 兆円。東洋大学国際地域学部の佐々木教授によると、正確な統計はないものの、粗利ベースでの規模は2兆円から4兆円程度になるといいます。ギャンブル依存症の対策。こうした中、ギャンブル依存症の対策について政府が検討を進め、警察庁は新たな対策としてパチンコの出玉をより規制する規則の改正案をまとめました。カジノを含む IR 統合型リゾート施設の整備推進法の成立を受けて、政府がギャンブル依存症の対策などの検討を進める中、警察庁はパチンコの出玉をより規制する規則の改正案をまとめました。具体的な対策とは、具体的にはパチンコの業界団体の調査で、客が一度に遊ぶ4時間で獲得できる玉の数を金額にして5万円分を下回るようにするほか、大当たりの際に獲得できる出玉の数を現在の2400個から1500個に引き下げるなどとしています。大当たりの確率が下がります。パチンコの依存者から電話相談を受け付けている団体の調査によると、相談してくる人のおよそ 70% は1ヶ月あたりのいわゆる負けが5万円以上になるということで、警察庁は出玉の総数を5万円分以下にすることで負けを取り戻そうという思いを抑制したいとしています。また、大当たりの確率を変更できる設定という仕組みをパチンコにも認めて、確率を下げることでギャンブル性をさらに抑えたいとしています。いかがでしたか？警察庁は規則の改正案について、パチンコの業界団体などから意見を募った上で、来年2月から規制を強化することにしています。皆さんはどう思いましたか？コメント
お待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように、動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。